杉浦正幸は日本の政治家。愛知県安城市長、愛知県議会議員、安城市議会議員、桜井町議会議員などを歴任した。愛知県碧海軍桜井町生まれ、愛知県立安城農林高等学校卒業。家業の農業を継ぐも2年目に地元の桜井農協に勤務。青年部に所属したことから大きな転機を迎える。 杉浦のいた青年部は桜井町議会議員の擁立をも論むが候補予定者に次々と断られる。そこで白羽の矢が立ったのが杉浦だった。1963年桜井町議選に初当選。1967年4月1日桜井町は安城市に編入される。安城市議を2期務める。また同年愛信世紀が関連会社を設立しようした際。 安城市に誘致するため用地買収に尽力した。1968年11月27日、安城市に株式会社勤労職を設立し社長に就任。1975年の愛知県議会議員選挙、安城市選挙区に無所属で立候補。自民党現職の加藤32を抑え、トップで初当選を果たした。1979年の県議選は、 自民党の公認を受け、再びトップ当選。なおこの年の選挙で、大見志郎が無所属で、初当選している。1985年10月21日、副大派の中野志郎が死去。旧愛知四区においては、稲垣実王の派閥に属していた、杉浦であったが、中野の講演会最高顧問から強く押され、後継者争いに名乗りを上げることになった。 翌1986年3月に弁護士の杉浦政権が後継に内定するも、安城では杉浦正幸を望む声は収まらない。当時杉浦は樹液農家1万5000個で作る明治用水土地改良区総大会の議長を務めており、国政選挙では農民票は農協ではなく明治用水から出るとされるだけに、 杉浦が立てば四区全体からの周票が可能になる見込みがあった。同年4月16日、杉浦は安城市役所の市長応接室に岩月修治市長、石川翔平助役、大見白県議、斉藤力市議、加藤正明市議、加藤正一議らを集め意見を募った。しかし、やるべきだという者は誰もいなかった。1989年7月の 第15回参議院議員通常選挙に際して自民党県連から出馬を打診されるも国会よりも市長をやりたいと辞退した。県議時代は東海道新幹線の三河安城駅の誘致に尽力した。1990年12月3日、岩月修司市長が引退を明らかにし、これとともに次期市長選へ出馬する考えを正式に表明した。杉浦の表明は 安城市民会館で開かれた住みよい安城を作る市民の会の役員総会の結果を受けて行われた。1991年1月23日、県議を辞職。同年1月27日に告示された安城市長選挙において無投票で初当選した。2月15日、初登庁市長に就任した。1993年4月、乱受報賞を受賞。 1995年1月29日告示の市長選で無投票により再選。同年2月、農水官僚の大村秀明に衆院選、愛知13区への出馬要請を行った。大村は1996年の総選挙で、新進党の島里氏に敗れるも比例復活で初当選した。1999年、無投票により3期目の当選を果たす。 2003年の市長選は自民党安城市部長の大見志郎県議が推す元市議の神谷学との一騎打ちとなった。投開票は2月4日に行われ約6000差で神谷に敗れ落選。2007年4月29日春の叙勲により朝日中受賞を受賞。2020年明治洋水土地改良区の理事長に就任。ありがとうございます。